どうも、フリーマこと、アースガーです。今回ですね、相変わらず何もしていないバイデン大州長と、さらに墓穴を掘る中国、その2です。オチとしては、世界のあらゆるところで完全に火がついているというところなんです。今回の動画をご覧いただく前に、1本目のこちらの動画をご覧いただくと、理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。ここからが1本目の続きのアメリカ以外ですが、日本ではあの病気のオミクロン株について、2021年12月1日に南アフリカなど10カ国の在留資格を持つ外国人からの再入国の原則拒否を発表。さらに貨物船に乗っている外国人も含めた特段の事情の入国も禁止しました。また、12月2日の段階で韓国、オーストラリア、ドイツからの帰国者の指定施設での6日間隔離を発表。つまり完全な鎖国を決めてしまったので、岸田総理は戦後の日本の政治の歴史で法的根拠なしで強権を発動したかなり稀な総理になりました。さすがにこの対応は国内外、さらにはあの WHO にさえ批判されており、WHO は同日に日本のこの措置について、疫学的に原則が理解困難。ウイルスは国籍や滞在許可証を見るわけではないと指摘。これらで炎上した日本政府は翌日の12月2日に日本への帰国に関する日本到着便の新規予約の一律停止を撤回。さらに同日には日本は発給済みの特例ビザを一時停止。岸田政権のやることに一貫性がなさすぎて官邸が機能していないのが垣間見える話です。一応岸田総理は香港、ウイグルの人権についてアジア欧州会合第13回首脳会合で中国の人権問題について言及し、それに対し11月29日に中国側は反論しています。また外務省では12月1日に人権担当官を新設して中国を念頭に強化することが分かったんですが、その担当が元防衛大臣の中谷元氏となります。ただ、中谷氏に関しては、中国の人権問題に制裁を科す法律、マグニツキー法の導入には慎重になっています。西側諸国はマグニツキー法をどんどん導入しているのになぜ慎重になる必要があるんでしょうか。一部では、中国の人権弾圧を放射するためではという声も上がっています。また、林さんこと林芳正外務大臣は、12月3日に人権問題を担当するポストを来年度に新設する方針を発表。あちこちにそのポストができることになるんですが、果たしてちゃんと機能するんでしょうか。さらに12月3日には、岸田総理は、あのビル・ゲイツ氏とオミクロン株について電話会談。双方が連携強化をしたいと岸田総理は述べていたんですが、世界のお困りの勢力もここに出てきたかと思う次第です。これに加え、12月4日には岸田総理の年内訪米が見送りとなりそうな情報が出ました。要するにアメリカから岸田は信用できないという烙印を押されたようなものです。アメリカは岸田総理に対し、話す時間を割いても30分と言ったそうなんですが、通訳を入れて話すので実際に話せる時間はもっと短くなるため大したことは話せません。そんな中、安倍晋三元総理が台湾のシンクタンク国策研究院で12月1日にスピーチ。そのスピーチで中国について、軍事的冒険は経済的自殺への道でもあり、台湾に軍事的冒険を仕掛けた場合、世界経済に重大な影響を及ぼし、中国は深手を負うことになると指摘。中国に対して関係国で連携して自制を求める考えを強調しました。これに対して中国は必死になっており、同日に中国外務省の汪文斌副報道局長は、台湾は中国の神聖な領土だ。中国人民のボトムラインに挑戦すれば、必ず頭を割られて、血を流すだろうと、まるで北朝鮮のようなことを言っています。また同外務省の華春瑩外務次官補は、同日の夜に垂秀夫駐中国日本大使と緊急会談し、中国内政に乱暴に関与し台湾独立勢力を強硬に支持したと断固とした反対を表明。これに対し垂大使は、中国側の一方的な主張については受け入れられないと応じたんです。この件については意外な人物が意外な発言をしています。12月2日に自民党のデマ太郎さんこと河野太郎広報本部長が東京丸の内の日本外国特派員協会で記者会見。その際に安倍元総理のこの発言について、
特別なものではない。我々の当然の懸念と、デマ太郎さんとは思えない発言。さらに中国の台湾侵攻に関しては非常に高い代償を払うことを中国に知らしめる必要があると警告。ただ自分の自民党総裁選での動画で話した通り、デマ太郎さんは中国との関係が非常に深いし、自分が総理になるための点数稼ぎでこの発言をしている可能性があるので全く信用できません。また安倍元総理は12月1日に我々国民の未来のための投資である財政出動をするための積極財政本部が自民党で設立され、そこで最高顧問としてスピーチ。安倍元総理の他に高市早苗政調会長も顧問を務めています。岸田政権は財務省とのつながりが深いからケチケチした政策しかしないので、尻を叩くためには必要な動きです。高市政調会長も別の動きを見せていて、建設、造船、専用工業分野に携わる外国人が滞在期間上限なし、家族の帯同も OK な特定技能2号に対して慎重に検討するように11月29日ツイート。実際これは事実上の移民につながるので正しいことだと思います。またあの石破茂議員の派閥である石破派が派閥解消を11月29日表明。今後はグループ化していくそうです。神奈川県民の自分としてはこれはあまり紹介したくないんですが、最近は神奈川県南足柄市の中学校では男女ともにブレザータイプ、女子もスラックスを選択できる新制服モデルを発表。これであれば男子のスカートも必要になってくるんですが、一体どういうことなんでしょうか。EU では中国に対抗するための措置を12月1日に発表。2027年までに3000億ユーロ、約38兆円規模の公共民間インフラ投資を行う計画が分かったんです。これは中国の経済外交構想の一帯一路に対抗するためのものになります。また12月2、3日の両日にワシントンでアメリカと EU が会談。中国の南シナ海、台湾問題について米 EU 双方の安全と繁栄に直接影響を与えるとの認識で一致。ウイグル、チベット、香港の人権問題に対処。安倍元総理が提唱した自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を行うことを確認しました。ドイツではオラフ・ショルツ新政権が台湾の国際機関参加を後押しすると11月25日に表明。これに対し中国はまたもや内政問題に干渉するなと必死になっています。ただイギリスでも政治的な中立性のことであるポリコレの波が迫ってきています。11月30日にイギリスの大学が動物福祉法改正を進める政府の委託調査でタコやイカ、カニなどにも苦痛を感じる知覚があるとする報告書をまとめました。特にタコは知覚能力が高いそうで、さらに意識のあるロブスターを茹でることは法で禁じられる可能性があるそうです。フランスでは極右政治評論家のエリック・ゼムール氏が11月30日に来年4月の大統領選出馬を表明。増え続ける移民に対応するためにゼムール氏は立候補することになります。そのフランスでは11月30日に下院が台湾の国際機関参加への支持を可決。この動議は6月に出されたんですが、上院に続きこの決議が出たので中国へのプレッシャーがかかってきます。オーストラリアでは12月1日にモリソン首相が Facebook、Google などのビッグテック、巨大 IT 企業に対して新しい規制が必要だと述べました。確かにビッグテックの今までのやらかしぶりを考えたらその通りだと思います。そのオーストラリアは9月から米、英、豪の防衛枠組み、AUKUSによって原子力潜水艦を導入しようとしていますが、それに対し11月28日時点でロシアがその導入を放棄するよう国際原子力機関 IAEA 理事会で演説。これだけでもロシアはオーストラリアの原潜導入を嫌がっていることがわかる話です。また12月1日にはオーストラリア上院で先ほども触れた人権侵害制裁法案マグニツキー法が全会一致で可決。下院を経て年内に施行されますが、早く日本もマグニツキー法を導入しないとシャレになりません。ニュージーランドではあのお困りの方かもしれないジャシンダ・アーダン首相が国民に友人宅のトイレの使用許可を与えたというなかなかなニュースが出ています。カナダでは11月28日に
医師、看護師に嫌がらせ行為が急増したことを受けて、業務、診療所を目的とした反ワクチン活動を非合法化。これらの行為をした場合、10年以下の禁錮刑が盛り込まれています。ペルーでは同日にマグニチュード 7.5 の地震が同国北部で発生。2202人がホームレスとなり、220の家屋が被害を受けたとのことです。メキシコでは麻薬密売、密輸組織、シナロアカルテル最高幹部で麻薬王のエルチャポことホアキン・グスマン受刑者の妻、エマ・コロネル・アイスプロ氏が麻薬密売やマネーロンダリング、資金洗浄の罪で禁錮3年となりました。メキシコの麻薬関係は中国とのつながりも強いので、その意味でも興味深い話です。12月1日には先ほど触れた IAEA の発表によると、イランがフォード工場で最新型の遠心分離機を使い、濃縮ウランの製造を開始したと発表。このウランは核兵器などにも使われるのでかなり気になるところです。韓国ではハッカーが PC などにアクセスし、家にいる人たちを密かに録画し、裸の写真などをゲットした後にそれを売り飛ばすことが起きています。ちなみに韓国のネットではセキュリティロック、照明、冷蔵庫、洗濯機、エアコンにも備え付けられていますが、韓国らしいとしか言いようない事件です。北朝鮮では12月2日の中央日報で、韓国映画のアジョッシュを見た中学生が懲役14年の労働強化刑を言い渡されました。北朝鮮では韓国の映画などを見聞きしたり保管したものは5年以上15年以下の労働強化刑となっています。ここからがバイデン陣営の話です。12月2日にアメリカは公共交通機関でのマスク着用義務を今までの1月18日から3月18日まで延長することが分かりました。アメリカの経済的な指標の一つ、雇用統計については11月はわずか21万人増だったことが12月3日に判明。当初の予測では55万人増という数字だったのに、この結果どうかと思うところです。これについてトランプ氏は同日の声明で、アメリカはエコノミストが設定した非常に控えめな予想に比べて34万人分の雇用を失った。それはジョー・バイデンが一言に秀でているからだ。ワクチンを手に入れろだが、誰もこの政権を信用していない。この政権はリーダーシップがないため、目の前でアメリカを破壊している。2020年の大統領選挙のために多くの努力と資金が投入されたが、国を破壊するだけだった。その価値はあったのか、などと述べたんです。11月26日には大衆庁はオミクロン株に関する声明を発表。キセ、ウェデシウェ、セイクイリュークムンヌ、トゥニファウチェケセト、エヌビュキテウチームのメンバーから、アフリカ南部で感染が拡大しているオミクロン変異体について説明を受けました。アメリカ国民には2つの重要なメッセージがあり、世界のコミュニティには1つのメッセージがあります。あの病気の重症化を防ぐためにワクチンを十分に接種しているアメリカ人は、予防を強化するためにすぐにブースター注射を受けることをお勧めします。今すぐブースター接種を受けて、年末年始の休暇中に予防接種を受けましょう。まだ予防接種を受けていない方は、今すぐ予防接種を受けてください。これには子供も大人も含まれます。まだ予防接種を受けていない方、お子さんに接種を受けさせていない方は今がその時です。最後に、国際社会に向けて今回の新型のニュースは、世界的な予防接種を受けない限り、このパンデミックが終わらない理由をこれまで以上に明確にするものです、などと述べたんです。ちなみにオミクロン株については、11月22日にボツワナで見つかった4例があり、その結果4人とも予防接種を受けていたことが判明しています。カマラ・ハリス副大衆長もこれに続いてワクチン接種について11月28日に発言。メディアのぶら下がり取材に応じ、まだブースターショットを受けていない人はブースターショットを受けてください。ワクチン接種の重要性はいくら強調しても足りません。私が毎回言っていることは真実であるということです。ワクチンは安全です。安全です。無料ですし、あなたの命を救ってくれます。
と述べたんですが、ネットではそのワクチンは新しい株からは保護されないんだよ。副大州長のスタッフによると、このワクチンはデルタやオミクロンには効果がなく、効果を発揮するには100日以内に再調整する必要があるそうだが、という声も上がっています。さらに以前の動画で話した副大州長のスタッフ辞任について、トランプ陣営のケイリー・マケナニー元報道官は、副大統領からの脱出は続いている、カマラからの脱退、数時間のうちに2人もだとツイートしています。大州長、民主党も自ら作ったマスク義務化ルールを破っています。大州長は11月28日時点でノーマスクで買い物。民主党のサンフランシスコ市長のロンドン・ブリード氏はマスクなしで陽気に踊る動画が晒されて、見事に批判の的になっています。この件も含めて11月30日に民主党が強い州で起きている犯罪を批判する声明をトランプ氏は発表。民主党員が自分たちの都市で起こっている強盗をすぐに止めないなら州兵を招集しなければならない。我が国でこのようなことが起こったのは初めてのことだ。サンフランシスコやその他の都市から大量の店舗が撤退している。いくつかのチェーン店はほとんど店舗を閉鎖しており、信じられないことばかりだと述べたんです。さらに大州長が掲げたワクチン義務化についても、11月27日にフォード、ゼネラルモーターズ、ステランティスの3社は自動車労組の組合員に雇用条件として強制的にワクチンを接種させないことに合意。12月1日には大州長は以前、私は国を閉鎖するつもりはない、経済をシャットダウンしない、ウイルスをシャットダウンするんだと演説で述べたんですが、そのことを12月1日の記者会見で記者が、ウイルスをシャットダウンするという約束はどうなったんだとツッコミを入れたところ、大州長は質問を無視してその場を立ち去ったんです。大州長はさらにクリスマスイベントでもやらかしています。12月2日に全米クリスマスツリー点灯式が行われたんですが、 MC に紹介されてから2分間も大州長はステージに登場しなかったんです。これに MC が慌てふためき、もう一度紹介した後に大州長とジル夫人が登場し、会場は仕方なく拍手をしていたんです。この間大州長は何をしていたんでしょうか。さらに12月3日には大州長は風邪をひいていることを明らかにしました。その際のやり取りで記者から、大統領、声がいつもと違いますがと質問されたところ、大州長は、大丈夫だ、あの病気の検査は毎日受けている、風邪をひいた一歳半の孫が私にキスをするんだ、ただの風邪だと発言。大州長の主治医は、大州長は今週明らかに鼻詰まりの症状を見せていると述べ、その上であの病気などの検査をしたがいずれも陰性だったと説明しています。ただネットでは副大州長に変わるかもしれないなどの噂が出ているんです。さらにオースティン国防長官は11月30日に州兵予備役にワクチン接種命令を発動。1本目の動画で紹介したように、連邦判事が医療従事者へのワクチン義務化は違憲と判断したのに、これはどういうことなんでしょうか。その間12月1日にはアントニー・ブリンケン国務長官が、ロシアがウクライナ侵攻を計画している証拠があるとし、計画が実行された場合にはロシアに厳しい経済制裁を発動すると警告。ブリンケン国務長官はロシアがウクライナとの国境付近に数万人の追加戦闘部隊を集結させていると非難しています。さらに12月3日には、中国による台湾侵攻は恐ろしい結果をもたらすと述べ、台湾へ軍事的威圧を高める習近平政権を牽制。ただこれもトランプ政権の延長線上の動きであると同時に、議会はそれ以上に今現在中国に対して厳しい要求をしていることが背景にある話です。 CBP サークルバックサキさんとジェンサキ報道官もいくつか発信をしていて、12月3日にはホワイトハウスは中国のウイグル人に対する法案を弱めようとはしていないと発表。ただこれが CBP さんの本音かというと違うところにあるかもしれません。同日にはトランプ氏が現在アメリカで起きている強奪、ひったくり犯罪に関して CBP さんを非難。トランプ氏は、さっきパンデミックによる横行する強奪やひったくり犯罪はパンデミックのせいだというタイトルの記事を紹介。その記事によると、
木曜日にホワイトハウスで記者会見したジェン・サキ報道官は、全国の民主党政権下の都市で起きている横行する強奪やひったくりについて聞かれた。サキは、犯罪を合法化している極左の検察官や政治家が起訴されないことを挙げる代わりに、その行動をパンデミックのせいにした。2014年、カリフォルニア州はプロポジション47と呼ばれる投票イニシアチブを可決した。これは950ドル以下の商品の万引きを実質的に非犯罪化するものだった。その結果、暴徒化した犯罪者たちが結束して店を制圧し、商品を盗むようになった、などと書かれているんです。実際、同州のロサンゼルスでは9月までの暴力犯罪の報告は、去年同時期より 25%、2019年より 9% 増加しています。その CBP さんが12月6日についにアメリカの北京五輪の外交的ボイコットを発表。中国の人権弾圧を理由に首脳政府施設団を送らないことを決定しました。これはトランプ政権や議会の突き上げが大きいところですが、果たして日本はどうするんでしょうか。大首長陣営のエネルギー省長官ジェニファー・グランホルム長官もやらかしています。11月25日にエネルギー省が放出予定している5000万バレルの石油が3日持たないのではないかという記者の指摘に対し、アメリカが1日に消費する石油のバレル数を知らないことを認めました。記者は米国が1日に消費する石油は何バレルですかと質問したところ、グランホルム長官はその数字は私の目の前にありません、すみませんと答えたんです。今の日本政府もどこがちゃんとした話し合いができるところがわからない状態ですが、アメリカでも同じことが起きています。また11月30日にグランホルム長官はカリフォルニア州に唯一残るディアブロキャニオン原発の閉鎖計画を見直す可能性があると述べました。これは要するにアメリカにも起きている電力不足解消に向けた動きですが、当然ながら環境を重視する大州長にブーメランが返ってきている話です。さらにクリスマスでホワイトハウスもデコレーションがなされていますが、ネットではトランプ政権と比べて安っぽいデコレーションではないかと指摘されています。こんな状態なので大州長の支持率は民主党内の調査でもひどいことになっているんです。現在のところ党内の大州長の支持率は 40% 前半、しかも 52% の有権者が大州長の仕事ぶりに不満を持っているそうなんです。議会に目を向けると、あの民主党の下院議長ナンシー・ペロシ氏も炎上していて、12月3日に中国の強制労働についてフォックスから質問されたんですが、ペロシ氏ははぐらかすような答えばかりして、何か必死な様子が見て取れました。あのアンソニー・ファウチ氏にしても都合が悪い状況が続いているようで、11月29日 CBS のインタビューでファウチ氏は、クルーズ上院議員は司法長官にあなたを起訴すべきだと言ったがと質問され、それに対しファウチ氏は、ははは、私は起訴されるべきなんて笑うしかない、1月6日連邦議事堂暴動の日に何かあったのかと答え、作り笑いをし唇を噛んでいたんです。実際に動画で確認すると、随分ファウチ氏が必死そうに見えるのは気のせいでしょうか。またファウチ氏はあの病気の元のウイルスを武漢株と繰り返し呼んでいるんですが、これはどういうことなんでしょうか。さらに民主党においても動きがあって、民主党の下院議員18人が来年の中間選挙で再選に向けて立候補しないことが11月30日に判明。これにより共和党が下院の過半数を獲得するには、中間選挙後に5議席を獲得すればいいということになります。大州長の次男ハンター氏についてもどんどん立場が悪くなっていて、ハンター氏の元同僚の実業家トニー・ボブリンスキー氏がニューヨークポストのコラムニストミランダ・デバイン氏が出した本であるラプトップ・フロム・ヘル、地獄のラプトップの中で話したんですが、大州長が中国とのビジネスにおける最終意思決定者であることが暴露されたんです。ボブリンスキー氏は2017年にハンター氏を介して大州長と会ったそうで、ハンター氏は父親である大州長のことをビッグガイ、マイチェアマンと呼んでいたそうなんです。さらに様々な潜在的な取引について父親にサインやアドバイスを求めることに頻繁に言及していたとのことです。また同書によると、大州長認知症は深刻なようで、ハンター氏とセラピストで友人のキース・アブロー氏との間で交わされた大州長が認知症になったことをジョークにしたテキストメッセージのやり取りが掲載されています。
それによると大酋長は住所を思い出せるようになったとハンター氏は答え、アブロー氏は大酋長は最近何か詳細なことを思い出すことができるのかとハンター氏に尋ねたところ、ハンター氏はいやと答えたそうです。その上でどうせ全部フェイクニュースなんだから問題はないと付け加えているんです。ヒラリー・クリントン氏も見事に炎上しており、11月26日に MSNBC の番組で大酋長の業績についてアメリカ人は評価していないとヒラリー氏は嘆いたんです。悪い意味では全米のみならず世界でもすでに大酋長は評価されていると思うところです。さらにヒラリー氏は同番組でトランプ氏のことを非難し始めたら急に咳込む始末、ネットでは自分の身を案じた方がよろしいかと思いますなどのコメントが出ています。あの CDC 疾病予防管理センターも11月30日に完全にワクチン接種を受けた成人が追加のブースターショットを受けるべきだと発表。あえて詳しいコメントはしませんが、なんだかなというところです。アメリカの中央銀行 FRB のパウエル議長は12月1日の下院金融委員会の公聴会で、原油価格が上がっていくことで起きるインフレ抑制の方針を改めて示しました。これによって今までのドルをバンバン発行してドルを安くする状態からテーパリングと呼ばれるドルの発行を抑える動きを加速させるべきだと表明。そもそも大酋長がやらかしたことではありますが、金融的には面倒な状況です。議会でも12月3日に期限を迎えるアメリカの予算について議論されていましたが、来年の2月18日までのつなぎ予算が12月2日に上下院で可決、これによって政府機関が一部閉鎖する事態は避けられました。その間、民主党のデブラシオ氏が市長のニューヨーク市ではぶっ飛んだ話が出ており、11月30日に全米初の麻薬中毒者向けの注射ギャラリーを開設。あまりにもどうして麻薬中毒者が多いために開設されたそうなんですが、ニューヨーク市らしい話ではあります。あの子供が大好きなジェフリー・エプスタイン氏関連でもいくつかニュースが出ており、エプスタイン氏はビル・クリントン元大統領の1期目の任期中の1993から95年にかけて少なくとも17回ホワイトハウスを訪問していたことが12月2日に判明。これはイギリスのデイリーメールが情報公開請求で入手したものですが、エプスタイン氏は14日間にわたってゲストとして入場し、1日に2回訪問したことも3回あったんです。この訪問はエプスタイン氏のパートナーであるギレーヌ・マックスウェル氏が未成年の少女を調達していたとされる時期に行われたものだそうです。そのマックスウェル氏はこの件で裁判が始まりましたが、担当の判事はオバマ元大統領が任命した人物で大酋長の息がかかっており、この裁判の前後でエプスタイン氏の検視を担当したニューヨークの主任検視官も辞職しています。ツイッターでもいくつかニュースが出ており、11月30日にツイッターは個人情報に関するポリシーを更新、他人のプライベート写真、動画を本人の同意なく共有できないようにしました。その2日前の11月28日にはツイッターの創業者のジャック・ドーシー氏が CEO を退任、その翌日の11月29日に同社の最高技術責任者のパラグ・アグラワル氏が CEO に就任。それで今回のポリシー変更が行われていますが、同氏は2020年11月のインタビューで、我々の役割は表現の自由などの憲法修正第1条に縛られない、言論の自由を考えるよりも時代がどう変わったかを考えることにフォーカスすることと語っています。これはいかにもお困りな感じの人事だと思われます。あの BLM にしてもまともやおかしいことをしており、11月30日時点でブラッククリスマスを推進し、白人至上主義の資本主義を崩壊させ、ブラックコミュニティを構築するとぶち上げています。中には資本主義は黒人を愛していないという人間もいるそうです。あの元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏の弟である CNN のアンカークリス・クオモ氏が自分の情報源を使って兄の告発者の情報を得ていたんです。これにより11月30日の段階でクリス氏は無期限停職。トランプ氏はこの件について同日の声明で素晴らしいニュースだと触れていましたが、12月4日にクリス氏は CNN から即日解雇されたんです。そして挙句の果てにクリス氏も兄と同様12月5日時点で深刻な性的違法行為で告発されました。ちなみにクリス氏が解雇されたのは
この告発があった後とのことです。ここまでが2本目ですが、3本目は人権・経済問題で追い込まれている中国に関する話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。